桜花七部会バーソロミュークマに追い詰められた麦わらの一味だったが、ゾロの捨て身の行為で辛くも危機を脱し、ブルックを仲間に加えて航海を再開した。やがてグランドラインを半周し、航路を横断する絶壁の大陸レッドラインに到達する。この大陸を越えて新世界に入るには、シャボンディ諸島にいる職人の手で船をコーティングしてもらい、深海にある巨人島を目指すしかない。航海の途上で再会した元アーロン一味のハッちゃんと和解した麦わらの一味は、彼の案内でシャボンディ諸島に上陸。そこには超新星と呼ばれる億超えのルーキーたちが集結していた。一方で町では天竜人と呼ばれる貴族が理不尽な振る舞いを繰り返していた。彼らはかつて世界政府を作った王たちの末裔で、もし手を出せば海軍大将が派遣されるという。そんな天竜人と小競り合いが起こり、ハッちゃんが撃たれた。激怒したルフィは天竜人を殴ってしまう。事件はすぐに海軍に伝わり、ルフィたちは海軍によって直ちに包囲された。いずれ海軍大将も現れるという危機的な状況の中で、ルフィたちの前に謎の男が姿を現す。おお、ハチじゃないか。何しとる、こんなところで。その傷はどうした？レイリー、なんでこんなところに。なるほど。まったく、ひどい目にあったな。お前たちが助けてくれたのか。さて、なんで、何した？今なんだこのじいさん。その麦わら帽子は精悍な男によく似合う。会いたかったぞ、モンキー・ディ・ルフィ。名誉シルバーズ・レイリー、まさかこんな大物にここで出会うとは。この島じゃコーティング屋のレイさんで通っている。下手にその名を呼んでくれるな。おさん、俺に会いたかったってなんだ。話は後にしよう。まずはここを抜けねばな。すでに海軍に包囲されているようだ。犯人は速やかに降伏せよ。じきに大将が到着する。どうなっても知らんぞ、ルーキーども。巻き込まれるどころか、完全に共犯者扱いだ。仕方ねえ、表の掃除はしといてやるよ。お前は下がってろよ、これだけで十分だ。
行為を突破しよう。私は手を出さんので君らで頼むぞ。俺がやる。お前は逃げていいぞ。もう一度俺に命令して。お前からです。頼もしいじゃないか。これで包囲は解けた。待て、キリガン。ルーム。お前ら先に行ってろ。シャンブルス。撃て。気を楽にしろ。すぐに終わる。じゃあな。麦わら屋、敵はまだ来るぞ。今のうちに足を安全な場所に運んでくれ。にゅー、迷惑かけてすまねえ。お願い。ハチ、しっかりして。ごめんな、ちょっとでも償いをしたくて、おめえらの役に立ちたかったんだけども。そうだ、傷が治ったら俺の焼いたたこ焼きごちそうさせてくれねえか。それで何かが許されるってわけじゃないわよね。いや、もちろんそんな、そういう意味で言ったんじゃねえよ。ただこうやって助けられちまったから、その礼にと思ってよ。おい、ナミ。いいわ、大丈夫。ハチは実は無害なやつだものね。さあ、逃げるわよ。
チを頼むぞ。他の者は私と共に行こう。後でまた落ち合えるだろう。あいつらが敵の注意を引いてるうちにハチは逃げて。往生しなさい。サンダーバルトスルコハチ、いや、それいや、それそれ。って言ってたやつか。ああそうだ、やるしかねえな。行くわよ。と分かってんだから、初めから全開だ。行くぞ。本物なのか。衝撃も飛ばさねえし、野球もねえし。その体普通じゃないわ。大丈夫か、何かなの。止まるよ。雷警報発令よ。三刀流三脚本堂テンポ
終わりよ。よし、そこでハチを休ませるといい。君たちも少し中で話さんか。海賊王の船に？ああ、副船長やっていたシルバーズレイリーだ。よろしくな。しかしよ、ゴールドロジャーが処刑されたってことは一味は全員海軍に捕まったんだろ？捕まったのではない。ウジの病にかかっていたロジャーは最後の航海でグランドラインを制覇した後自首したのだ。そして航海処刑の場で大海賊時代の幕開けとなる最後の一言を残した。わずかに灯った命の火を奴は豪華に変えた。我が船長ながら見事な人生だった。じゃあまるでこの大海賊時代は意図してロジャーが作ったみてえだな。そこはまだ答えかねる。ロジャーは死んだのだ。今の時代を作れるのは今を生きてる人間だけだよ。おさん、一個だけ聞きたいんだけど、ワンピースってのは本当に最後の島に？ウソップ！宝がどこにあるかなんて聞きたくねえ。宝があるかないかだって聞きたくねえ。ここでおっさんに何か教えてもらうなら俺は海賊やめる。つまらねえ冒険なら俺は死ねえ。やれるか君に。この先の航海は君らの想像をはるかにしのぐ。敵も強い。君にこの強固な海を支配できるか？支配なんかしねえよ。この海で一番自由なやつが海賊王だ。お前、気をつけて行けよ。本当にありがとうな。麦わらの一味を見つけたぞ。船のコーティング作業には3日もらおう。終わるまで君たち死ぬんじゃないぞ。わして突破するぞ。あれが目指すのは世界一の剣。これまで負けるわけにはいかねえんだよ。再起動完了。嘘だろ、さっき倒したやつが復活しやがったぞ。おいおい、なんて無様な姿だ。海賊に押されてんじゃねえよ。お前は何者だ？何も答える筋合いはねえ。愛は世界一口の固い男、面頭丸だ。始めるぞ、パシリスター。俺を何体も相手に背負ってるか。防御しなさい、サンダーボルト。ここは逃げよう。行くじゃダメだ、バラバラに逃げるぞ。命に変えても。はい、ありがとう。
まずいくわよ。登場しなさい。サンダーボルトテンポ。ものだとしてももうあんなのと戦う体力残ってねえぞ。時間は好きよ。キザルのおじきも到着してる頃だ。じゃあ、お前も行くか。お前は世界一ガードの固い男。どんのガードも怠らねえよ。戦闘丸という男を探してるんだけど、ああ、わしの部下でね。
わしはピカピカの実の光人間ロフィアだからね。戦闘丸という男を見かけなかったかね。雷警報発令よ。三刀流三脚混合テンポ。怖いね。もしもーし、あれ？もしもーし、ああ、こっちか。ガチャ。こちら、ボルサリーノ。おじき、ちゃんと持ってんじゃねえか、こでんでん虫。なんで連絡してこねえんだ。お、おー、戦闘丸くん。ああ、じゃねえだろ。何やってんだよ。もう島に着いてんだろ。いや、それが連絡取れなくてね、君に。もういいよ。それよりさっさとこっちに来てくれ。おお、わかったよ。戻ってきたのか。
道を塞いでるやつ俺の周りに集めるまとめて片付けて狙ってるぞ。そのままこっちに連れてこい。飛ばして動きを止めておけ。
これで撤退を再開できる。今のは一時しのぎだ。また追いつかれる前に急いで逃げろ。麦わらの一味確認、追撃再開。待て PX1。 パシフィスタが消えた。あいつ本物だ。違いない。今の能力見たことあるもの。スリラーバークで女の子が一人、ああやって消されて二度と帰ってこなかった。てめえなんでここに。味方に何やってんだ熊子。それ麦わらの一味はあそこか。行くわよ。俺のことそんなに心配してくれたのか。ファルガーロー。
君も捕まえにゃならんのでね。やべえ、あいつも狙われた。せいぜいお気をつけなすって。いや、この職お前何やってる。早く逃げろ。速度はお見せ。光の速度で蹴られたことはあるかい。少しだけ本気を出そうか。やれやれ、本気を出さなきゃいかんからね。でも麦わらの一味は逃がさないよ。おっとっと、なかなかやるね。でも甘いね。やめろ。無駄だよ。今死ぬよ。あんたの出る幕かい。冥王レイリー。若い目を摘むんじゃない。俺から始まるのだよ、彼らの時代は。おっさん、ありがとう。君は行かせん。天の脈も、ふう、困ったね。軽い気持ちでこの島に来たのにね。戸惑いこそが人生だよ、キザル君。全員逃げることだけ考えろ。今の俺たちじゃ。旅行するならどこへ行きたい？ことはない。さらばだ。グランドラインシャボンディ諸島12番グローブ。この日、船長モンキー・ディ・ルフィ率いる海賊団麦わらの一味は完全崩壊を喫した。やるじゃない。